発達した低気圧の影響で今日の道内は日本海側や太平洋側西部を中心に雪や風が強く大荒れの天気となりました。札幌では昼前をピークに数メートル先が見えなくなるくらいの強い雪が降りました。札幌では午前7時から午後3時までの8時間で16センチの雪が降り、積雪は55センチと今シーズン一番となりました。このほかこれまで12時間の降雪量は胆振の豊浦町や札幌南区で18センチ、渡島の長万部町で17センチなどとなっています。この雪の影響で道央道、道東道などの一部区間で現在も通行止めが続いています。また JR では函館線の手稲小樽間が午後1時ごろからおよそ3時間にわたって運転見合わせとなるなど、快速エアポート26本を含む167本が運休となりました。釧網線や花咲線では除雪作業のため明日も一部列車の運休が決まっています。雪のピークは越えましたが、北海道付近は明日にかけても冬型の気圧配置が続く見込みで、気象台では明日の夕方まで吹雪や吹きだまりによる交通障害に注意するよう呼びかけています。